南の島バカンス。私たち全員で旅行ですか？ありがとうございます。よかったよね、アイちゃん、エリちゃん。はい、すっごく楽しみです。旅行初めてかも。で、社長、場所はどこなんですか？なるほど、みんなでキャンプですか。キャンプ？もしかして、それって下で生活するってことですか？ありますよ。それは社長、僕が男の子だと、もしかして忘れてるの？アイちゃんとエリちゃん、社長にマナミさんに尾崎さん、見渡す限り女の人ばっかりだよ。このメンバー、狭いテントの中にずっと一緒にいたら、僕、社長、社長、ちょっと、僕男の子なのにみんなと寝泊まりなんてしていいんですか？僕が男のことバレちゃったら、あー社長、浮かれ気分で僕の心配なんて誰もしてくれないよ。自分で守るしか、絶対に隠し通していってると思う。僕は男であること、そして何事もなかったかのように元のアイドル生活に復帰するんだ。レオさん、何を隠し通すんですか？うわぁ、アイちゃん、なんでもない、思いっきり楽しもうね。油断さえしなければバレないよね。今の隠しって楽しい旅行にしてみせる。
の子やりながら流行を追おうかな。
して胸じっと見て。いや、その胸がちょっとね。ちょっと何？迷うな。
にシャープに得意なダンスで実力アップだ。よし頑張るぞ。
ないでね。セクハラしないで、最高の勝ち方できたぞ。やりますね、リョウさん。次は私です。今度は手ごわそう。2回戦、リョウの山対愛の海。ハッキー、おーい、残った。愛ちゃんにセクハラしないで勝つためにはここを抑えれば。私の方が背も高いし、リーチも長いから、こうしておけば。
だ。何をして過ごそうかな。社長がミーティングするって言ってましたよ。みんなで行きましょう。